皆さんこんにちは皆さんこんこにちははい3月15日に収録を行っていますが、うん、昨日3月14日に、えー、予算委員会で質問に立たれましたその模様について、はい、詳しく解説をしていただけるということですね、うん、えっとこの動画としては初めての試みをやろうと思うんですが今三浦氏が言ってくれた通り予算委員会の僕の質問の真意と、はい、でそれに対して 今回、総理が答弁してくれましたが、その総理の答弁の意味、はい、総理の答弁の今後の影響、そういうことを話したいんですね。はいはい、まず、その今回、一番大事な部分からいきたいと思うんですが、はいまあ、質問は全部で、えー、5問あったんですけど、そのうちの1問目の中でも一番大事な部分。 それちょっとあの僕の質問したまま申し上げるんですが念のためこの質疑の様子はわずか22分間ですから皆さんも見やすいので前編あの前の計算委員会と同じように動画としてアップしますだからちょっとそこ重なる部分はあるけど聞いてもらうとこの1問目の最後の方で僕が聞いたのはこのウクライナの戦争が巻き起こしている新しいことを考えると 日米同盟が本当に機能するように強化し直すしかないとそのためには日本が防衛力を強化して、えー、自力の抑止力を持たねばならないでこのことをですね、えー、この質問で日米のいわば新しい相互主義と言ったんですよ、はい、これ実はあこれも言ってもいいと思いますが岸田総理とお電話で この安全保障、外交どうするかってことは結構議論してるのでそこで総理に新しい相互主義が必要ですと言って日米の間につまりアメリカに守ってもらうそのアメリカに依存するっていうんじゃなくて新しいこう日本が出てきて相互主義でいかないといけないとで総理もまあよく聞いておられたんだけど後で考えたら新しい資本主義とあのなんていうかあの重なってるかぶってるなと思ったんだけど。 総理何も言っってなかったですよそのことは <laughs> だからまあ,あの新しい資本主義は実体がないっていうふうにまあよく言われて、えー、僕も同じ文脈で批判してるんですけど、えー、この新しい相互主義っていうのはむしろ非常にはっきりしててこのアメリカと同じぐらい日本も防衛力を強化しなきゃいけないと。もちろんその核をどうするかって問題あるけど <laughs> まあ,あえて言うと。 アメリカから核をお借りしてニュークレアシャリングでそれで全部 OK ですねっていうような簡単な話じゃないはいで、えー、そもそも現実に一番あ起こりやすい危機っていうのは通常お戦争ですから今ウクライナの危機があるようにただしウクライナ危機はプーチン大統領が核を使うかもしれないっていう問題があるんだけどこれ実はもともとそういう現実だったんだよねだから実はこの予算委員会の第一問目で、えー、僕は核の抑止力は 聞かないということもこのウクライナ戦争で分かりましたってことを言ってこれ事前にここも総理と議論はしてたんだけど予算委員会でもあの総理っていつもなんかこういう感じで座ってるじゃないですか岸田さんは安倍さんとちょっと姿勢は違うよねでこういうのがねギロッっという,ようにね今まで電話で議論してるにもかかわらずギロっと睨んだですよだから一回の議論でとても終わる話ではないんだけど あの一番大事な部分と僕が申し上げたのはあの日本の防衛力を強化しなきゃいけないと言ったことに対して総理の答えぶりがね、はいえー、なるべく正確に言いますがこうおっしゃったんですよねまず外交努力をしなければいけませんとその上で、えー、日米同盟の拡大抑止が大事であって。うんはい それを含めて新しい国家安全保障戦略、これ、通称 NSS って言ってますけど、今年改定する予定なのね、それに盛り込まなきゃいけませんとおっしゃって、さらに、日米同盟の抑止力に加えて、対処力を強めなきゃいけないとおっしゃったんですよ。対処力こういういのっってさらっと聞くと あのこうさらっとしか受け止められないんだけど、えー、さっきあえて岸田総理とこの質問の場でいきなりじゃなくてあの電話を通じてかなり踏み込んだ議論をしてますとその中身はすいません言えませんがそれを踏まえて解説するのが僕の役割なんでこれまず普通日米同盟の拡大抑止力って言ったらこれ核兵器だけのこと言うんですよ。核核のの傘傘って言うででしょがわば柔らかい言い方で あのこのいわば固い言い方で言うと「核の」ってつけて「核の拡大抑止」っていうんですよね、うん、つまりアメリカの核の力を利用して日本も守ってもらうとただ総理は間違いなくこの時にはその意味だけでおっしゃったんではないと思いますで、えー、さらにつまりあの 今まである状態でいいって話を総理はこの時されてないんだよね、うん、で、そこは一番肝心なところで今までの状態と同じではダメだっていうことを実は言われてて、うん、それは事前に議論した時に国会答弁で現職の総理が答弁するんだから今の状態だけではダメだとは言えませんよ、うん、そりゃそうだよそれ,それ一言言ったらそれだけで政局になっちゃうね、うん 政治問題化しますよねだから僕はそれはわかりますよとでも現実に日本国民を守るために今までの体制だけでは不十分だということがウクライナの戦争ではっきりしたんだから少なくとも僕が後で解説できるように国民にあのまあ総理の真意は私の味方だと質問した僕の味方だとこうですってことを言えるようにしてくださいってっら考えておくってことだったんですがこれいつもの岸田内閣に「多すぎる検討します」じゃなくて。 この時の考えとくっていうのは本当にお考えになるんだなと思ったけどこの生勝負の予算委員会の場で、まあ、総理とかなり間近に向き合ってて感じたのはああちゃんとこの約束通りあり踏み込んでいっておられるなっていうのは強く感じました。でその一つの理由は日米同盟の 抑止力だけではなくてて力って言われたんですよね、はいはい、でこういうのってですねちょっとここはあの皆さんとよく共有したいんですけどまず政治家の言葉はその党の要罪を問わず、まあ、個々の東西ねどっか曖昧なんですよ、うん、特に民主国家では。というのは民主国家では違う利害があるわけです、はい、違う意見だけじゃなくてあの利害関係も国益って僕はあえて一言で言ってるけど。 その中でも、いろんな利益の違いが、立場どころか、利益が違うわけですよ。で、それを統率力で、あのー。一つに束ねていこうとするのも、祭り事だけれども。<っ>同時に、そのあるがままの利害関係を調整するのも政治の役割だから。はい、で、どっちかというと、調整のほうその、多い、多くないと困るんですよ。何でもかんでも、勝手に束ねられた、困るんで。 だからそれぞれの利害や言い分を調整しながらっていうのが政治の生き方だからこの決まりきった方向にしか言わないってことはないわけだよね。でしたがって例えば政治記者の時にそれを痛感してたけどあの政治家がこう異なった利害の中で何とか一定のことを言ってたらそれを翻訳するのが政治記者の大事な仕事だからだから幼稚朝掛けって言って。 早朝から議員宿舎行き深夜にも行くっていうのは特ダネを取ることよりもこのよ。うんうん、で、この記者時代の経験今も生きててだから、うん、あ普通は当選1回の議員が総理大臣の時間に議論するっていうのはあんまりないと思いますけどあえてそれをやってるのはこういうあの22分しかない質問の時に総理の意図は本当はここだってことを 責任と自信を持って言い切ることができるようにそれをやっ,てたやってるんで今日も言い切りますが日米同盟には抑止する力例えば中国やロシアがあるいは北朝鮮が日本を攻撃しないための事前に戦争悲惨な戦争にならない抑止力を持つこと例えばウクライナでいうともともと持ってたソ連時代にあった核兵器を全部渡してなければ今の戦争起きてないんじゃないかと言われますけどそれがもしあったらというのは抑止力ですよね。 でもう一つは、その事前にこうやって抑止しとく、抑えとくだけじゃなくて、いざ、それでも侵略が始まったり、戦争になってしまったときに、どうやって対処できるのか、侵略を跳ね返して、どうやって早く戦争を終わらせて、三浦市も若いお母さんだけど、そういう人たちの犠牲被害ができるだけ少ないように対処して早く終わらせると、しかし、祖国を売り渡すことはしない、こういうの対処力というわけだけど。はい 両方言うのは当たり前に見えて、うん、当たり前じゃなくて総理が明らかに強調してるのは、うん、このウクライナ危機で抑止だけではことが済まなくて実際にひどい想定外の戦争を起きることはあるねっていうのをみんな今学んでるんだから起きてしまった時にどうやって対処するか考えたら例えば今までの頭でっかちの日米安保条約だったら自衛隊の力っていうのは米軍が来援つまり在日米軍基地だけじゃなくて このアメリカの本土やハワイからアメリカの軍事力の本当の部分がやってくるまでの間の時間稼ぎっていうことは結構大学の授業なんかでも大体いい日本の大学で安全保障や軍事をまともに教えること少ないんだけどあったとしてもそういう話をしてて要するにこれがいかに形ばかりの話か分かるでしょ米軍の来園待ってる間に自衛隊も何もかも日本国民も全部叩き潰されたらどうするんですかって十分そういう軍事力を持っている国が日本のすぐ隣に複数いるわけだから。 ししかも核保有国ででそうでしょだからそれ考えたらその対処力ってこの場合総理は用としての僕の質問にこうしてそうですね日本が自力でこうやって自国を支えるにしないといけないしそれが新しい総合主義だしそれから今回ウクライナにアメリカは全く出ない日本国民は当然不安になるそれを担保するためにも自分のやるべきことをやっとかなきゃいけないと。うん というのはですね総理とあの予算委員会の機会だけじゃなくて普段議論してる時に僕は一つ投げかけたのはね、はい、さっきの核の抑止力でいうと核の抑止力が効いてないっていうのはそのウクライナがどういう目に遭おうともそのアメリカが何も出ないから戦争前の軍事顧問団はやってもその後何もしないので例えばプーチン大統領が小型戦術核を使ってウクライナの抵抗を早く終わらせようと考えた時にその。 この番組で言言ったた総理にも言いましカリニングラードから例えばキーフにキーフの防衛が固かったらそこに打ち込んでそのもう大統領ごともう全部なくなっちゃうと、うん、なってもアメリカからモスクワに核爆弾を打ち込むわけはないと、ね、でそういうこともあって核の抑止力は効いてないってことを言ったら総理はそこはあの普段は絶対あのそういうことを見せないと思うけどかなりあの激してね,ね 同時に激しでって言っても、記者さんってまあそういう意味ではこうなんていう、怒ったりね、そういうことがま,まずないんで、でもかなり興奮気味に、それはウクライナーはアメリカと同盟はできてないし、NATO の一員でもないし、それは抑止力効かないよと、うん、でも日本は全然違うよということをおっしゃって、それは当然なんですよ、むしろ僕はあの別にたくなんじゃなくて、そうやって総理と同じ土俵にあの乗って議論しなきゃいけないから。 そうすると違うと言ってもですよアメリカはあくまでアメリカの国益のために行動してるのは火を見るよりも明らかなので、はい、いざとなったら大きい意味ではウクライナと同じように結局アメリカは自分の国益考えてロシアと核戦争とかしたくないからこうやって引いてるわけでしょだから同じことがこう違うように見えて日米の間で起きることがあるとは当然考えなきゃいけない当たり前のことですよです、ね、同じ国じゃないんだから。うん それを考えないよようにしてきたわけですよだから憲法9条もそのままでよかったし国軍じゃなくて自衛隊でよかったってもそういうことで根本はそこの見の見て見にふりをするる思い込みもあるよつまり敗戦を教わって僕たちはそれが正しいんだっていう,うに教わってきてるから軍隊持つなんて犯罪だと世界中の国連加盟国192か国があって日本以外はまあコスタリカとかちっちゃい国はなくはないけども基本的には。 主要な国で軍隊を持ってない国がないのに日本を持つっていうのは犯罪的な言い分だというのをう普通に教わってきたじゃないですか、はい、でもそれがいかに歪んでるかってことをこのウクライナの犠牲のもと僕らは世界平和に対する責任としても考えなきゃいけないっていう趣旨ですよねそれに総理は対処力っていう言葉で答えたっていうのは日米同盟がここのまままでで済なないということとうんですよそれで、はい、あの僕は前から決心してたのは22分しかなくても。 結局は中身だから質問の中で解説しようと思ってたの、うん、もう腹決めてた、はい、時計気にしすぎるととも子もないのでいざとなったらもう後の質問は残念でしただよそれ、うん、で自分であの優先順位つけて1問目から聞いてんだから、はい、ひょっとしたら1問だけで終わってもいいわけだよ事柄、ね、安全保障ですから命がないと何もできないの安全保障って命を守ることですから従って あのまた反感がかかかもしれないけど、ここはニュースですよと、はい、いつもニュースの尻尾っ,って言ってるけど、この場合は、ここはニュースなんですよと、報道機関の方々もみんなプロでいらっしゃるけれども、ここは分かってくださいねと、総理はいつもと同じような検討しますとか、だから今までの常套句で終わってるわけじゃなくて、実は踏み込んでるんですよということを、はい、あのお気づきの方、いらっしゃいましたあの、質問の途中に解説したんですよね。 で質問終わって席に戻ったらですね藤川さんっていう今度改選期かえるけども愛知県から出てるあの予算委員会の筆頭理事ですからベテランですけど振り向いてですね解説好きの質問ってていうのも初めて見たな <laughs> それをおっしゃってたんですねなんか振り返って話してるなっていうそれですっごいよかったよと <laughs> よく分かったよと、あのー、言ってくれたんです、はい、まあ筆頭理事が一つ納得された原因は、はい、時間がピタッと 終わったんだよね、はい、全ての質疑を終えて、はい、まあそれはまたあの予算委員会の質疑って何なのかっていう項目でまたお話しますそれで今時間16分ぐらいですかはい、はいえー、どういう質問をこの1問目からしたかっていうのをもう一度元に戻ってお話しますでどうでもいいことを僕みで言うとこれあの月曜日の朝のトップバッターだったんだよね でこれはつまり朝市だよね、はい、それはあの僕にとってはあの嬉しいんですよ。<ー>なぜかというとですねあの予算委員長が「あではあ、えー、審議を開始します」っていうふうにおっしゃるでしょ。はい、それで「委員長!」って言ってるわけでしょ。はい、立ちますよね。そこで「皆様おはようございます」って言っビシッとこっちに向くんだよね。はい、これが朝市でないとやっぱり 朝2ぐらいで僕は行ったりするんだけど何でもない午後だったりすると皆さんお疲れ様だですって言ったってそれ自体意味がないし「でおはようございます」はやっぱりなんか引き締まるんですよねそれで、えー、こう申しました、えーまあ、名前名乗ってから感染症対策で制限あるにもかかわらず傍聴に来られた方に深く感謝しますという意味のことを言いましてそれから あ今日は往復で22分で短いですがいつも通り、党利党略のためでなく国益のためにこそ質問いたしますこれ前はね、あの野党の特に左のお色合い強い人から、何言ってんだよとかね、はい、よくなこと言うなよとか、目口 <laughs>、うん、にやってたら、もう誰も何も言わなくなって、誰が言ってたかも分かってますが、それは言いません。 でまずウクライナについて戦争と呼ぶということをはっきり申し上げましたそれからその後ですねこの動画を見てくださっている方にはちょっとおなじみかもしれないけどもう一度そこを整理していったのは日本が戦争に負けて第二次世界大戦が終わってから77年が4期に分けられるとで第1期は 東西冷戦で実は楽ちんの時代だったと安全保障外交はの柱はアメリカにお任せしてしまって日本は経済成長だけを考えていればよかったとところがそのソ連が91年のクリスマスに崩壊してしまって第二期が始まってアメリカが全部仕切るってことになったけどとっても一人では地球を抱えきれずにやがてテロリストの調領ばっこに苦しむようになったと。 でテロリストの長領バックに苦しんでそのために戦争が既得権益になってた白人が大統領になれずに既得権益から外されていたアフリカ系アメリカ人のオーバーマさんが大統領になってそこからトランプさんとバイデンさん、はい、その部分は実はずっと引き継がれていて実に13年の間アメリカは戦争しないできたそれが第3期ところがじゃあアメリカが出てこないんだったら自分の野望を果たしたいという独裁者が現れてそれがもちろんプーチン大統領で。 その恐るべき戦争が始まってしまったのが第4期。ということをですねここで時間使うのが正しいかどうかっていうのを僕にしては珍しく、えー、予行演習しましまた、えー、夜中に、あのー、ブツブツではブツブツ言うのとはっきり声を出すのと時間が違うので、うん、はっきり声を出していくらやってもですねこの部分で、まあ、1分、うん、15秒から20秒ぐらいしかかかんないんだよ。 それれだったらこれは入れななきゃいけないけと思って、えー、入れました、うん、で入れた上でこの第4期においてはさっき申した通りまず核の抑止力が実は効かないとプーチン大統領は小型戦術核なら使えると考えているとそして今のアメリカの様子を見て日本国民の中に日本が襲われた時に米軍は本当に日本は助けてくれるのかと懸念する国民が一 にに増えていいまますととここここが肝心なところななろでねでその後にもう一つ大事なことを言いましたしかし日本単独で守ろうという話をしてるんじゃない安全保障はあくまでリアルな世界ですからそれは予算委会で言ってないですよでも日本を単独で守りたいという話をしてるんじゃなくてあの悲惨な犠牲を出した第二次世界大戦で人類が学んだものは大きく2つありますと。一つは抑止力 あらかじめ戦争を抑えるってことがいかに大切か。もう一つが、祖国の防衛っていうのは単独でやるんじゃなくて、集団でやるんですと。だからその2つの教訓が、国連憲章にも盛り込まれているんですと。で、そうすると、日本の次なる道は、日米同盟を壊すんじゃなくて、日米同盟を守り、強化するんだけど、ただの強化、今まで言われたような漠然とした強化じゃなくて、 日本が自立した抑止力を持って、イコール防衛力を持って、それで日米の新しい総合主義を作る以外に道はないと、でさらにそ,のそれを具体的に言えば、この部分はですね、岸田さんと事前に議論してたときにあの、同じ住民、民、主党の総理というのも、やっぱり質問は絶対真剣勝負なんで、総理にあえて、その具体論は、 申し上げませんって言ったのえって感じだったけど <laughs> これはその質問の当日で言いますので総理もその場で考えてくださいこういう時にね、あのー、割とスッと分かったっていう感じなんだよねまあそれは安倍さんであれ、あのー、そういう感じでしたけれどもで僕が申し上げたのはまず、えー、日本があ遠くへ 行く例えばあ軍事力防衛力を持とうとするんじゃないとアメリカとは違うよなのことはしないしかしその代わりですねアジアの民主主義のリーダーは日本なんだからだから中国を含めた隣国に対して有効な抑止力を持たなきゃいけないで現代はミサイルの時代ですからもしも日本の周辺国でミサイルを日本に向けて撃つ準備をしただけで そのミサイルを発射しようとしているところが破壊される、そのおそれを相手が持つ、で、こういう力を日本が新たに持っていくときに、例えば尖閣諸島と台湾のように、一体として考えるべきところは一体として考える、こういう具体的なことを提案しますと、予算委員会でもほぼこのように申し上げたわけですね。 でこのことの意味はですね僕は総理大臣に何度か申し上げたのはあの敵基地攻撃能力とか敵基地攻撃論っていうこのあえて言うと虚しい言葉はでききるだけ変えてきませんかとそのまず敵って言ったらこの日本の自称リベラルの側から「いや敵なんていないんだよ」と、ね「世界みんな仲良くするのが外交だから」というまたそのいつもの話が 話が出ててくくんじゃなわわざわざそれを呼び起こすのと同じそれから敵基地だけを攻撃するってうこういうこう何て言うのかな間違って特定するようなことを言うんじゃなくてよりしっかりした考え方を持つべきでつまりミサイル撃たれてからでないと日本は反撃できないっていうのが今までの日本の防衛の在り方だったけどもそれを専守防衛と呼んでたけどもそうじゃなくて例えばこれ核乗ってたら。 それだけで日本はおしまいになっちゃうからそうじゃなくて日本に向けたミサイルを準備していることが分かった段階で破壊されると。ねで、えー、これはですね国際法の世界でもの間違った先制攻撃侵略としての先制攻撃プリエミティフあタックといいますけどそれとこうやったその防衛のためのこの予防的な攻撃が違うっていうのはすでに国際法の世界では確立しているので、うん、当然 後者の方としてそれを持たなきゃいけないとでそれを持つときにこの抽象的に反映するんじゃなくて日本の周りを具体的に考えて今一番危機的なのはこの台湾と尖閣諸島のあたりだからそれを例えば日本の領海はここまでだからっていうことじゃなくてこの台湾と一体で考えるとでこれ専守防衛って言葉と矛盾してるかっていうと実は矛盾してないんですよ。 専守防衛っていうのは撃たれてからでないとやり返せないっていうふうにもうずっとそういう解釈が言われてきたけど本来は侵略戦争はしない、うん、決して侵略はしないその考えだから例えば救助の改正についても救助本体は残していいですというのは、ね、今回のウクライナ情勢でこれ大事なことですけどお気づきの方いると思うんですよウクライナの戦争が始まってあの国際法に違反していると話が出たじゃないですか。はい それで国際法っていうのは監修の部分とはっきりした条文例えば条約なんかもそうですその中に国連憲章があってその国連憲章を見てもらうとですね武力の行使だけじゃなくて武力の威嚇もダメで一ょって書いてあるわけです、はい、だから憲法9条とそこに似てるわけですてか同じですよねところが国連憲章はその後にちゃんと集団的自衛権個別的自衛権要するに侵略でない場合にはこの武力による威嚇はもちろん武力の行使もできるってことはちゃんと ペアでで入ってるわけです、ね、日本はこっちが消されてるわけですだからそれ,そ,それがこのウクライナ戦争でよくみんなの目に見えてるはずなのでこっち側をちゃんと救助につけましょうってことだからもともとの救助はこっちの部分だから別に置いてて,置いててもいいんですよ公明党に遠慮してるんじゃなくてあれ安倍さんの時の公明党との交渉に遠慮するんじゃなくてこっちは置いてても国連憲章と同じなんだ。 国連憲章と同じってことは国際法で生きるっていうまともなことですから国連憲章のある後,後半の部分をつけるでつけるときに実はたった一言で済む自衛の措置は妨げないもともとの僕の案は自衛権の発動は妨げないんだけど細田本部長がこれを党の決定とするときに工夫して、えー、国連憲章と同じ自衛権って言葉をあえて使わずに自衛の措置は妨げないにしてしかも これ現物残ってますけど、住民、人に配ったペーパーの下に、同じ意味であるってことは注射で書いたんだよね。それで、前に三村秘書からも聞かれた気がするけど、住民、人はこれを消そう消そうとするわけだ。それは安倍さんがそうしてたから、自衛隊の明記だけやればいいっていう方向に、安倍さんはそれずっと言ってて、この憲法改正推進本部でこの議論をしてたときは、安倍さんいないですから、それは党でやってたことだから、当時安倍さんは総理なんで。から党でこれを決めたしかも安倍さんの いわば一番近い人である細田さんがそれを決めた僕はずっと説得していきました、ね、それでそれが多分安倍さんもお気に召さなかっただから自衛隊の名義に戻ろう戻ろうとしたけどウクライナ戦争で事態は僕は変わったと思うこれちょっとあの直接なつながらあるかどうか分かりませんが前に憲法審査会に <laughs> 僕は希望を出してて認められて一旦メンバーになったのにわざわざ取り消されたよね覚えてるははい、はい で今回希望してないのに憲法審査会のメンバーになってて発言しますかって問い問合わせが来たよねだからそういうことも考えるとやっぱり世界が動いててあ何でもかんでもこうこう不満だってこうやるんじゃなくてやっぱりあの黙る時は黙る、ね、動かない時は動かないそれはとっても大事でやっぱ動いてきてるんであの僕は長年考えてたこと今しゃべったことはもう長い間考えてきたことですけどそれがまあ今回の予算委員会の質問でも表に出て。 そして、あのー、岸田総理がウクライナショックで <laughs> ウクライナショックもあってそれにぎりぎりの言葉を使って答えてそして僕は、ね、逆に心配したのは予算委員会の質問の中で開催するって普通ありえないけど開催したでしょって言と余計にこうオールドメディアはこうして特に NHK は言わないだろうと思ったらそれは、まあある種この予算委員会の質問の中でトップ扱いになって。 あのー、NHK も民放もずいぶんやりましたよね、うん、僕は後から聞いてチラッと見ただけですけどテーブルに乗っけられるだけですごい画期的なんで、あのー、まあ逆に時間短いっていう緊張感で、まあ、時間長くてもあの引き締めてやりますけどうんやっぱり何でも人生は神の裏表だなと思うんですよね。あ,のあれだけ短いと総理にぶつければいいっていうだけで済まないから。 質問を準備するっていう意味じゃなくて根本的な議論を内閣総理大臣だからって遠慮するんじゃなくて僕も国民の負担を受けてるわけだから、まあ、堂々と多少夜遅くなってもこの頃総理大臣むちゃくちゃ忙しいですからね、うん、なんと朝4時台に官房長官と協議なさったりしてるから、うん、ねでもそれもね一時期遠慮してたんだけどそれも違うなとやっぱりやるべきことやる方が本来の姿だなと。 それは分かっていただけるような気がしたんでその議論を踏まえてやりましたそれがあ,あくまで1問目のことですはい、はい、どうぞ何でもはい、うん、時間がはい <laughs> ありませんので<え>でもそうですねあの対処力っていう言葉、うん、さらっと私もあなんかそうだなと思って聞き流しちゃってたんですがその自分、まあ、自主独立というか日本がまず あの自立していくっていいくととうことが本当に重要だなと思いましてまず、ね、議員がいつもおっしゃってる防衛費の GDP2% っていうのは当たり前に達成していかないといけないなっていうふうに感じましたねうこれもう言っていいと思うんだけどね、はい、議員になった直後に長い付き合いの高橋防衛事務次官今官房長官法が来られた時にね防衛費10兆円って言ったらまさにそこでのやめてよ。 できるわけないんだから、もうそれじゃややこしくなるから。で現実の問題になってますよ。そうですね。それは、あの。もう軍国主義って言葉もさすがにあんま聞かなくなったけど。そういうことじゃなくて、日本の責任なんですよね。何の責任か。戦争を起こさないっていう責任なんです。うん まあ、そのことのきっかけになる、あの質疑であってくれればいいと思います。はい。はい。また、二問目以降も引き続き。はい。はい。はい、やっていきたいと思います。はい。では、今日の内容を以上にしまして、うんえー、スメラギの本にいただいた感想を一つご紹介します。はい 戦後の高度成長期に教育を受けた私にとっての天皇のお存在は長らく教科書の中で得た知識でしたそれ以上でも以下でもなく日本の象徴とといいう深い意味を、ま、学ぶこともありませんでしたその意味を改めて学び直してみようと思ったのは「女系天皇」という言葉に出会った時でした。 その後の学びで日本に静かに、えー、脈々と流れるいい意味で不思議なご存在の意味を知りました、うん、戦いの時代もあった日本の歴史の中でなぜ天皇の存在が途切れることがなかったのか考えてみれば本当に不思議ですその存在に「信、えー」「信じる」の「信」ですねを置き「真、えー、真実」の「信」ですねとしてきた。 歴史に翻弄され時に利用されることもあったにしろその存在は途切れなかった、はい、それが今に至る日本の価値の一つなのだと改めて思います先生のご本を拝読し分かりやすい漫画で書かれていることも理解の助けになると感じました、うん、多くの若い世代の方たちにも読んでいただきたいと思います今皇室は危機に直面しているようにも思います日本の宝であるスメラギがどうか絶えることなく続くことを願ってやみません という感想をいただきました。天皇陛下のありがとうございます。天皇陛下のご存在は今の感想文にありました通り、間違いなく危機の最中にあるんですよ。はい、それは7。7年前の敗戦の時に、当時の ghq 占領軍がビルトインした。やがていわば自然に見えて耐えていくようにした。はい、あの敗戦の直後に例えば日本の天皇陛下昭和天皇の。 戦争責任を問うということをアメリカが検討したけれども東京裁判ではもっとひどいことを言う国があったわけですよ死刑とか位、うん、とかねいや位とかね天皇陛下の子さんを亡き者にするってことも言ったんですけどアメリカはそれを OK しなかったその代わりやがて天皇陛下を引き継ぐことができる府警男刑の人が耐えるようにだから三宅い、まあ、わばリザーブ軍の三宅を廃止して それは今現実になってるわけですあれから77年経ってしたがって解決方法はこの本に書いてる通り GHQ の GHQ が勝手に廃止してしまった宮家の中から人に戻っていただくで前も言いましたが僕は国会質問決算委員会で質問する前にインテリジェンスに要請をして調べてもらって7人いらっしゃるということが分かったので。 それを国会質問でも述べたわけですよね、国会議員の責任としてそれを調べていったわけです、なんかあの自分の議論を横取りされたとおっしゃっている方がいらっしゃるそうで、僕は全くお会いしたこともなくて、はいえー、しかし実際にはインテリジェンスから文書で来て、でその封筒に入っているのも、こういうものが入っているのも秘書さんですから、知ってるよね。はい、はい でえー、それもまあ元にして、えー、この作品になっているわけですはい、はいいありがとうございます、えー、っとでは今回もお楽しみのチャンネル登録危機一髪シリーズですが、はい、今回は日本ですかあ海外をさまよってきたので、はいえー、テルアビブの空港の恐怖から、いよいよ日本に入ってきまして。はいはいはい でこの番組のおかげでっていうのかせいでっていうのか自分のこし方をこういう視点では初めて振り返ったのねはい的視点多いなというのは感じるんだけど<笑><笑>この間あの違う話の時に、はいえー、共同通信初任地徳島支局で新福会っていう組事務所に行って大褒めになったって話しましたが、はいえー、それの続きをやるとですね、はい えー、京都支局に移動したんですよねで京都市局に移動して、えー、京都府警キャップっていうものになってるんですねキャップっていっても記者4人なんですけど同期3人なんで, <laughs> でキャップは現場に行っちゃいけないって言われるんだけど我慢できないし同期にこう行ってって言いにくいから自分で火事とか殺しとか言ってたんだけどそしたら暴力団担当の刑事さんから「あのまあ、この人は。 あの青ちゃんって言ってたけどね青ちゃん図星が逃げてるやんっていうわけですよ。と、はいうわこれあの会津小手塚会っていう,う全国でほぼ唯一山口組に抗してえ地元の組が、まあ、そ,のその世界では兵馬俑を握ってて会津小手塚会っていうんですけどそこの組長のもう亡くなりましたけど図星さんって人が指名手配されたけど有形知れだったわけ。それで、はい うんふんふんって聞いてたらそのね好きな女の人が「県藩三条で焼き鳥屋やってるんやと」でまだ「ふんふんって聞いてたんですよでこれ組御用達でまあそういう関係者しか焼き鳥食べてへんねん、うん、ふんふんって聞いてたら「あんたやったらあそこ行けるやろ」ってわけですよ <laughs> えそれで僕の返事もとんちんがんで「それは焼き鳥好きですけど」で刑事は全然変な顔せずに あんたやったらあの女性にい言い方もっとはもっときついですよ、うん、まあ訳すとあの女性に組僕がいや僕はさすがに「そんなん言ないでしょ」って言ったんだけど「<laughs> ええ、いやあんたやったらできるかもしれへんで」ってこう言うから。<laughs> 暴力団担当の刑事ってねこ見かけすごい怖いんだけどあの暴力団よよっぽど怖いですよ<ー>特に大阪府警は僕よく揉めましたから <laughs>、はい、暴力団関係の事件があってあの京都と大阪の境界線だったりすると行くじゃないですかキャップだけどいんのやらだから現場行くでしょで大阪府警のデカにすごい怒鳴られるわけですよ「<laughs> お前そこ近くへんほらほら,ら!」とか言うから「誰 <laughs> 向かって言ってんだよ」と 天皇陛下の親民はなかったよ, <laughs> よ、ね、国民の知る権利でここに来てんだよって「<笑><笑>何言ってんねんこりゃ!」とか言うか <laughs> そっちの方がおとれやんか!」って緩めになって言い合ったりしてて <laughs> それでそういうのも京都府警のデカさんは喜んで見てましたよ正直 <laughs>、はい、それでなんか妙に説得力があると結局大阪府警のデカが説得されてたってわけ僕は全くそう思わないね <laughs> 僕は全くめげてなかったよでもそういう,そうやって言ってて言るうちに これはまあその図工組長の行き先は分からなくてもそれはやっぱり僕行きたいなと思った滅多、うん、に行けるとこじゃないじゃないですかそれで行ったんですよ、はい、でちょっと一人連れて行ったんですよこの人のことは言わない言わないけどそれはその辺の人じゃないですよねで二人で行ったんですよ行ってですねあの京阪三条の,その焼き鳥屋こう開けた瞬間にねこの でか,から聞いてたけど全部薬剤さんなんで <laughs> 異様な空気でしょうね <laughs> 異様どころじゃない、はい、これはあのやっぱ関西の組の特徴だと思うけど、うん、関東だとこう紛れてる金看板も出さないし、はい、でもはっきり分かるように存在してるの、はい、だって靴がこんな靴じゃなくて全部こう尖ってて、はい、で大体あのこう <laughs> 結構冬でもこの辺メッシュになってて <laughs> でこうファッションももう野球のユニフォームですかみたいにこうくっきりしてんだけどそれがそんな広くない焼き鳥屋にこうぎっちり入ってて一斉にこっち見たんだよ向こうは向こうでびっくりしたんだよこんなんが来たからだからもう一人はもっとなんていうかあの優しい感じだからそれでその,その段階でもう一もう人はビビってたけど簡単に座ってですね え簡単に座ったらその、はい、そのてかが言ってた女の人がと思われる人が近づいてきて女の人ですよあのほっそりしたね中年の女性でしたけど何 <laughs> や我々は <laughs> ってす,すごいですねお客さんに向かって <laughs> いやそれはともかくマジに怖いんだよ怖いと思ったけど <laughs> 怖いってわけにもいかないから「焼き鳥食べに来たんや」って言ったんですよ、はい、それ何や我らっていうね で気がついたらここにこのまだ2人だけど特にがツイのがこっここからこう鼻の先が見えてるこう状態で腕見えないからそとして刃物の1個も持ってるのかなみたいな感じで,で気が付いたらこれは後にイラク戦争で同じこと体験するんだけどわかるでしょもわもわもわって湯気が掘って <laughs> 隣の彼がもうジャーッ <laughs> て。 ってて、はい、それで雰囲気がそれで柔らかくなる,なるかと思ったらなならないですよねそんなことはなくて、はい、さあどうなったでしょうか次ですねはいはいもう時間が過ぎちゃって <laughs> はいではそのヤクザあその女性からなんて言われたんでしたっけえ最初ああ もうあの, <laughs> あのねやっぱり当時怖かったので内心は、はいはい、そこにタイムシーンで神経集中してんだよね <laughs> チャンネル登録なんてこの世にない時代ですから <laughs> 僕にじゃなくてこの世になかったりそうです、ね、だからこの場面ではですね、はい、そのおかみさんがねおかみさんなんですよ「なん <laughs> やおら!」というその前やこれはおかない人たちで。 さっきの,あの渋い、一番怖い方で言われたときに、僕は、それあんた、チャンネル登録しに来たんやで <laughs>、はい、言うわけないだろありがとうございます、はいえー、では、皆さん、チャンネル登録と、そして自民党への入党もお願いいたします、はい、自由民主党に入っていただいて、一緒に戦いましょう今回もご視聴ありがとうございました。